どうもこんばんは、エネムです。今回は東京グールおよび東京グール RE で登場した心優しきグールの少女上口ひなみについての伏線、考察、解説をしていきたいと思います。経歴。上口ひなみは東京グール2巻で初登場したグールで、当時の年齢は14歳。父親の降格、母親の輪郭、両方の攻撃と防御面で優れた部分を受け継いだ2種類のカグネを持っています。性格は穏やかで、両親をグール捜査官に殺害されていますが、復讐や憎しみではなく悲しみ、寂しいといった感情を抱いています。後に所属することとなるグール集団青霧の木の部下や CCG の捜査官からは四つ目と呼ばれています。ひなみがカグネを展開した際に見える4本の輪郭の模様が目のように見えることからそう呼ばれています。またひなみは知覚能力が優れており、嗅覚、聴覚、視覚は他のグールと比べても特出しています。東京グール2巻では母と歩くひなみの後を尾行していた中島と草場の存在を視界が悪い雨の中いち早く視認します。また直後に窓、アモンと遭遇した際にも父親の匂いを感じ取っています。その後も青霧のアジトで鐘木の音を聞き分けたり、鐘木や万丈、月山たちと行動するようになってからは敵の動きを把握し、メンバーに指示を出すなど能力を開花させていきました。東京グール RE ではグール集団青霧の木に所属します。そこでも優れた感覚を生かし、複数の音声を同時に聞いて音の解析を行ったり、オークション戦では CCG の動向や戦況を把握して舞台の指揮役を務めていました。ハイセを殺害しようとしたオールと対峙し消耗してしまったひなみは CCG に捕らえられ、コクリアへ投獄されてしまいます。記憶を取り戻した金木、アヤトやトウカたちのコクリア破りによって脱獄した後は、赤眼の王となった金木剣が結成したゴーとのメンバーとなり、身寄りのない子供たちの面倒を見たり、守りたいもののために戦うことになります。予言。無印東京グール2巻14話、ひなみが高槻作品を読んでいることを知った金木は、漢字をあまり読むことができないひなみに読み方を教えます。この時ひなみが安楽死という漢字を安楽死と読み間違えています。これが後のフクロウ討伐作戦で死亡してしまう金木のことを予言していたと考えられます。安楽死を安楽死、安楽死と読み間違えるひなみ、なんだか少し怖いですね。名刺。東京グール RE で青霧の木のメンバーとして登場したひなみですが、所属することとなった経緯が詳しく描かれている描写はありませんでした。無印東京グール最終巻のラスト、路地裏を歩くひなみと万丈、ひなみの手には高槻戦の名刺が握られています。フクロウ討伐作戦が始まる前、ひなみは月山と二人でカフェに立ち寄った際、高槻千子と江戸にサイン会ぶりに接触し、アドバイスとともに名刺を受け取っていました。そしてフクロウ討伐作戦が終了した後、アンテイクのみんなとバラバラになってしまい、行き詰まったひなみはもらった名刺を頼りに高槻千に接触しました。名刺をもらった時に言われた、ひなちゃんには何にもできないと思うという言葉、おそらくずっとひなみの心に残っていたのでしょう。後に東京グール RE でひなみがコクリアに収監された際に書かれた日記にも記されていますが、誰かを救うために強くなろうとした、これが青霧に入った理由です。東京グールルート A で金木が青霧に入った目的と似ていますね。またテレビアニメ東京グールルート A のエンディングイラストはエピソードごとに毎回変化しており、すべて原作者である石田水先生が描いていましたが、第7話10日のエンディングイラストはひなみの象形が描かれており、ひなみが生きてきた道がダイジェストのように流れます。このエンディングの中にもまた
高槻戦からもらった名刺が登場しており、エンディングのラストには東京グール RE で青木の木に入ったひなみの姿が描かれていました。そして東京グール RE11 巻カバー袖に描かれているイラスト、ひなみが化粧されている美しいイラストが描かれています。この化粧している手が高槻千子と江戸になります。お前は何もしていない、お前の大事な人がいなくなるのはいつもお前のせい、お前が弱いせい。江戸から言われた言葉はひなみの脳内に呪いのように刻み込まれていました。そして青霧の下で強く美しくなったひなみ、そのきっかけを与えた江戸、単行本11巻の袖に掲載されているイラストはひなみと江戸の関係性が描かれていました。小説、ひなみが青霧の木に入った理由、そして組織での生活のエピソードは小説東京グール RE クエストにも描かれています。いつも自分を気遣ってくれる綾人のためにコーヒーを入れようと考えたひなみ、いざと一緒に道具を買いに行き、組織のメンバー、そして綾人にコーヒーを振る舞います。最後の一杯は江戸のために入れるのですが、江戸はひなみの目の前でコーヒーを床に巻き、カップも割ってしまいます。組織の中で冷たく暗い日々を送っていたひなみは、今回コーヒーを組織のみんなに振る舞い喜んでもらえたことで、この先の生活に少し希望を抱き始めていました。自分を組織へと誘った高槻千こと江戸、彼女のために入れたコーヒーを目の前で床に巻かれたひなみは、組織の中での自分の存在を再認識し、わずかに抱いた希望は絶望で塗りつぶされます。週、東京グール RE142 話のタイトルは憂うでした。これを音読みすると週雨という読み方になり、漢字に変換して週雨となります。週雨は無印東京グール14話のタイトルであり、金木がひなみに漢字の読み方を教える回でした。そして降り出した雨の中、ひなみとひなみの母涼子が窓とアモンに追い詰められる回でもあります。東京グール RE142 話では桃花たちを逃がしたひなみが十蔵と半兵衛、その他大勢の捜査官に追い詰められてしまいますが、ラストで金木が駆けつけます。ここの構図は無印14話15話と共通しており、タイトルも伏線となっていました。日記、東京グール RE4 巻33話と34話の間のページに記されているひなみの日記の一文、一人ぼっちになって自分を見つめすぎると気が狂ってしまう。この文に含まれる狂うという漢字の王の部分だけが消えています。一見印刷ミスにも見えますが、電子書籍版でも消えているため意図的に消されています。諸説ありますが、この日記は2ページにわたって記されており、この王が消えている部分のちょうど裏側、ページをめくってみると高槻という文字がある場所になっていることから、赤岩の王と高槻千の関係性を暗示しているのではないか、高槻に重なった王が消えているから赤岩の王は高槻千江戸ではないのではないか、王が消されているのはこの先赤岩の王が殺される伏線なのではないか、そもそも赤岩の王がいないのではないか、などが当時は噂されていました。はい、ということで今回はひなみについての伏線考察解説でした。ゴートのアジトが襲撃されてみんなで逃げるシーン、葉月はじめの下にチップが埋め込んでてゴートのアジトの位置がバレてってやつですね。あそこはね、みんな守りたいもののために戦ってるんですよね。このゼロ番隊もヨモもひなみも守りたいものがあるから残って戦うんですけど、やっぱりこの作品こういう展開になると誰かしら死ぬんで、そこがまたね、週刊誌で毎週毎週、読んでてこう切なかったというか辛かった思い出ですね。ナキはね、ナキはこう
ヤモリのことを思いながら戦ってるんですよ。もうすげえ時代だぜ兄貴みたいな。あそこはねマジで感動したら、もうグッとくるものがありましたね。男の子はこういうのに弱いのかもしれない。うん。で、あの小説東京グルクエストですね、あれに載ってるひなみのエピソードなんですけど、あれはね絶対読んだ方がいいですね。うん、おすすめです。あの読む前と読んだ後とでは、この RE から登場した青霧の木のひなみの見え方が少し違うかもしれないですね。あのなんでエトがひなみの入れたコーヒーを床に撒いたのか、単にアンテイクのコーヒーが不快だったのか、青霧に入ってもこう未だに甘さを捨てられないひなみへの、まあ、指導のつもりなのか、まあ、読んでるこっちもいろいろ考えさせられる後味の悪いいいエピソードだと思うんですよね。あとひなみの挿絵がめちゃめちゃ可愛いですよねということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。